トの、番組を、今日も見ております、全てに感謝してスケジュールの上に乗っていきます。はい、感謝します。問題というのはですね、常にあるんですね。教会としてこう進んでいくときにも、それからまた家庭を築いていく中でも、それからまた夫婦として絆を進めていく中にあってですね、私たちは問題から完全にこう解放されるということはないですね。ただし私たちの心が目の前にある、私たちの置かれている状況の中で、その問題の中で縛られてしまってはいけませんね。教会を例にとって言えば、一つ一つの問題に対して立ち向かって、また一つ一つこう丁寧に対応していかなきゃいけないというふうに思ってます。でもそこでとどまってしまってはいけないんですね。教会の使命というのは神の国をこう広げていくことにありますね。月曜日火曜日、時々こうリフレッシュする必要が私たちもありますので、最初こう行こうと思ってたところはちょっと満員でしたのでね、前からちょっと覗いてみたいなと思ってた軽井沢にリトリートセンターっていうと、軽井沢リトリートセンターっていう、もともと宣教師たちの休息の場所があって、20何軒かこうキャビンや、が立ってるんですね。そこを一度行ってみたいなと思って、幸い最後の一つが空いていまして、で、私の子たち夫婦でもちょっと面識のあるカフマ夫妻という、富山で長年こう伝道されてた宣教師夫妻が2年前にそちらに越してこられて、奥さんのサリーさんの方が今マネジメントされてるんですね。でちょっとお話しするような機会もありました。で、その時に私たちが考えた時に、富山っていうのはものすごく、私たちの仲間でですね、富山から来られた方たちいますけれども、因習の深いところで仏教が強いところでですね、なかなか伝道しにくいところではないかなというふうに思って、ちょっとそんな話もしたんですね。でその中で彼は20数年間富山のある町でご夫妻で伝道されて、お子さんもそこで何人かを育てられていたわけですけども、20数年かけてですね、2万世帯を訪問伝道したと言ってましたね。でそしてそこの、ここの家に行くと暖かく迎えてくれると、ここの家は冷たいと分からないですけどそういうふうにリストを作って作られてそうですね。でもその話を聞いた時に、それはただ単に使命感だけではできないなと思ったんですね。情熱、パッション、この前パッションの話もしましたね。そうしたいという願いがないと、とてもそういう地道に長い間かけて伝道していくことっていうのはできないと思うし、途中でやめちゃうと思うんですね。でもですね、ご主人のヨエル先生の中にはそういうパッションがあって、コツコツとする、訪問伝道を続けていったそうです。で田舎ですのでね、鍵もかかってないし、庭先に行って、おじいちゃんとおばあちゃんや、そのご家族とお話してお友達になったんでしょう。でも田舎と東京の違いはあれ、私たちもちろんこう伝道のやり方も東京での、この地域との、ね、適したやり方があるでしょうけれども、でも同じパッションを持ってないといけないと思うんですね。健康な教会はという話をしましたけれども、3つの特徴を挙げましたが、第一は健康であれば体というのは成長しますよね。成長していく。それから健康であるならば教会との実を結んでいきますね。木はもし立ち枯れしているような木でなければ、ちゃんと、ですね、畑に植わって、リンゴの木ならリンゴの木で、季節が来た時に手入れがされていればリンゴの実がなるわけですよね。実を結ぶ。そしてもう一つは、ここがポイントになってくるわけですけれども、健康な教会は増殖していくんですね。それは、私たちがですね、
結婚して、お互いがこう健康な体であれば子供たちがこう生まれてくるわけでしょ。あるいはそれは肉体的な、いわゆる結婚もそうですし、それから霊的な意味でも私たちが神の子とされてだん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 成熟していくならば、私たちを通して霊的な子供がこう生まれてこないといけないですね。で教会も個人であってもそうですし、それから教会レベルで考えた時にも、健康な教会は健康な教会を生んでいくんですね。でもさっき言ったように教会というのは常に問題があるし、こうやって数えてみたことはないですけど、元気な、ね、こう成長していく部分と傷んだり傷ついたりしている部分って絶えず同じ教会の体の中にあるわけですね。しかし、イエス様の命が宿っているのであれば、その教会というのは、成長し実を結び、そして増殖していくんですね。増殖していくというイメージは僕たちはもしかしたらあんまり持ってないかもしれない。なぜならばあんまり経験してないから、ね、教会とクリスチャンとして過ごしてきたけれども、教会が教会を生むというのを僕たちはあまり経験してませんよね。しかしもし私たちがリバイバルを望むのであれば、もちろん一つの教会が大きくなるということもあるけれども、教会が教会を生むというのを見ていかないといけないし、そういったことが起こっていかないといけないわけです。エペソの手紙の4章の16節、エペソの手紙はある意味では教会の成長についても語られているわけですが、4章の16節を一緒に読みましょう。で、個人的な成長についてももちろん語っていますけれども、はい、16:1-3、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるんです。ここでも成長について、教会の成長について語っていますね。でもパウロのここで語っている成長というのは、一教会、その地域教会がただ単に、そこで大きくなるということ以上のことを語っていますね。なぜならば彼は開拓伝道者でありましたから、彼が教会という時にはキリストの一つの体を指していた。その広がりも含めて教会が成長していくということですね。ですからちょっと僕たちは教会が成長するという時に、見方を変えていかないといけないと思います。僕たちが、私たち今まで聞かされてきた教会というのは、例えば教会が一つの教会がこうだん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 教会が増えて大きくしていくことをイメージしますよね。でもむしろこの初代教会の時代にあっては、そういうことよりも勢いを持って教会が広がっていった、その姿を指してパウロは成長を教えていたのだと思います。今話している語っているメッセージのはですね、ラルフ・モア先生の著書をある程度こうテキストにしてお話ししているんですけれども、最近読んだモア先生の本の中にこういう例えがね出てきたんですね。雲型の教会、雲っていうのはこういう家の中でこういろんなとこ入ってる、皆さん雲好きな方あまりいらっしゃらないと思いますけど、雲型の教会とそれから人手型の教会は、吉江さんどっちが好きですかって聞かれたらどう答えますか。どっちあんまり、はい、何を言おうとしてるのかというと、ですね、増殖を指していってるんですね。で、ラルフ・モア先生はある人手と雲という本を参考にしてそこから語ってるんですけど、雲というのは、どっちもあんまりいい気持ちのいい気持ちではない、例えとしてそれを持ち出すのは面白いななんて思うのを読んでましたけれども、雲というのは、頭にピンを刺してしまえば死んじゃいますよね、雲というのはね。でも人手はどうでしょうか。人手はどこが足か分かんないけど、大体こう星型で5つこうやって、足が出てて、でもその1本の足を切ったとしても両方とも生きてるんですね。足も生きてるし残った方も生きてるんですね。どこを切っても
再生、どこを切っても再生していくんですね。で、何が違うのかというと、それは蜘蛛の持っている DNA とそれから人手の持っている DNA が違うんですね。人手の DNA というのは一つ一つの細胞の中に再生産していく DNA が含まれていますね。でそのことをさ例にとってマー先生は境界増殖のことを分かりやすく言ってるんですね。例えば分かんないですけど、例えば今このグレースハウス、あんまりいい例えじゃないですけど、僕が例えばピンってこう刺されてですね、なんか病気かなんかで倒れてしまう、やっぱりそういうダメージになりますね。誰かそれでも支えてくれて教会なんとかやっていけるかもしれない。しかし、もし、人手型の教会であるならば、誰がまた倒れちゃったとしても、年を取ったとしてもですね、新しい部分が再生産されて、活動を始める、そういうことですね。そういう教会というのは中国の教会は多分そうでしょ。中国共産党はですね、当時の政府は、中国の教会の指導者たちを捉えてしまえば教会が崩壊すると、なくなっちゃうと、教会堂をなくせば、壊してしまえばクリスチャンたちはちりぢりになってしまうと。ところがそうではなかったですね。どこを切っても、どこを捉えても、リーダーたちを捉えてでもですね、残った部分が次々と再生産していったんですね。なぜならばですね、その一つ一つの、皆さんセルチャーチという言い方しますね。本来のセルという意味は、そこにイエス様の DNA がある、ということだと思うんです。イエス様の DNA、 キリストの DNA を受け継いでいるならば、キリストの命があり、それが5人であれ6人であれ10人であったとしても増殖していくんですね。無理やりにこう引きちぎって、引き離してですね、迫害してちりぢりバラバラにしてもですね、そこに散らされたところで増えていくんですね。それは使徒行伝の時代に起こっていたことでしょ。人間的な政治的な力によってクリスチャンたちを迫害していじめて、ちりぢりバラバラになってですね、エルサベにもいられないから、ちりぢりバラバラになって、しかし一人一人の弟子たちがキリストの DNA を持っていたから、その聖霊の力によってですね、聖霊の力という言い方をしてもいいでしょう、その迫害されて散らされていった先で教会を生んでいったんですね。ですから同じイエス・キリストを信じている私たちの中にも、ですね、キリストの DNA があるんですね。それが活性化しているか眠っているかだけの違いであってね、で今後、今はそうでないかもしれませんよ。目で見えた形ではどこかに新しく教会を作るという、体力が今僕たちにないかもしれない。しかしそういう意識を持って進んでいなければ、進んでいかなければ、その DNA は眠ったままだと思うんですね。今蜘蛛型の、教会、人手型の教会ということでお話しました。今どちらがいいですかって聞いたら、もう答えられるでしょう。吉田さん、どっちがいいですか。人手型。そうですね。なぜならば人手の一つの細胞にはですね、再生産する力が宿っているからですね。私たちの中にもあるんですね。それが活性化している、生かされているか、それとも眠っているかのどちらかですね。さっきも言ったようにね、問題というのは常にあります。そして私たちはその問題に対して家庭の中で、夫婦関係の中で、あるいは教会の中で、直面していかなければいけないでしょう。そして祈って一つずつ丁寧に対応していかなきゃいけないでしょうね。なぜなら病院、教会は霊的な病院としての機能も働いているから。しかしそれだけで終わってしまっていけませんね。教会というのは、繰り返し言いますけれども、神の国を広げるためにこの地上に置かれているわけです。で今この5、60人の教会ではあるけれども、ある意味で、ですね、増殖してるんですよ。なぜならば今ヨシアが、私たちの家族から送られて沖縄で、ユース・イザ・ミッション伝道のあなたに参加してますね。それは送り出しているという意味で、ある意味での細胞、生きた意味での細胞分裂だと思います。それから今この前の結婚
セミナーのフェローシップに太田冬治直子さんが来てくれました。彼はもともとニューホープのリーダーだったですけれども、まあ、主任牧師の理解を得て独立して私たちの会社で教会をミニチャージという形で始めていて、そこでもうすでに新しいご家族がお子さんを連れて、ほらちょっと見えましたけども、お子さんだけね、来て、開拓を始めてます。そこも一つの細胞として、考えることができますね。ですからあんまりこう感じてないかもしれないけど、実例として小さな規模ではそれは起こり始めているし、それが起こり始めているのはそうなってほしいと願っていたからですね。送り出したいという願いがなければ誰も送り出されないわけでしょ。これから、まあ、一緒にいてただ心地よいだけであればそこだけで終わってしまうわけですね。しかし教会というのは神の国を広げるためにあるんですね。そして繰り返し言いますけれども、お一人お一人の中に、今皆さんそれぞれの問題の中で宿泊しているかもしれないけれども、しかしキリストの DNA は確かに皆さんの中に生きているんですね。ただそれが眠っているか生かされているかだけの違い。それを生かしていくためにはそこに僕たちは目を留めていかないと、それが活性化されていかないといけないですね。そういうビジョンを持っていかないといけないですね。先ほどの箇所をもう一度お読みしました、エピソの手紙の4章の16節、キリストによって体全体は一つずつの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられます。はい、感謝します。ちょっと、この後少し